皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。電撃文庫 FC 実況パート4始めていきたいと思います。わざわざ見ていただいてありがとうございます。早速始めていきたいと思います。今回は戦術指南その3としてタイクーン空対空についてちょっと触れてみたいと思います。もうタイクーン空対空っていうのは格闘ゲームの、まあ、共通的な戦い方になるんですけど、まあ、そもそもタイクーン空対空って何ぞやっていう格闘ゲームにあんま慣れ親しんでない方は思うと思うんで、ちょっとかいつまんで話しますと、対空っていうのは地上からこう相手の空中攻撃に対して、まあ、迎え撃つことを指しますね。で、空対空っていうのは空中から攻撃してくる相手を空中で迎え撃つ、まあ、そういった、まあ、格ゲー用語でもないですけどね、これ上切り調べるとちょっとまあ違った意味が出てくるかもしれないですね。もしかしたら対空って本来空からの攻撃を指すんで、まあ、はい、そんなざれ言は置いておいて早速始めていきたいと思います。まずは対空ですね。対空です。で、シャナの攻撃に対してこういった形で今回ミコトを使います。ミコトは遠距離でこう攻撃して戦うキャラで、あんまり近距離向けなキャラではないので今回選びましたね。まあ、迎え撃つ形が多いと思うので、でこれですね、例えばシャナの攻撃が出かかりに出てるのに対してはこちら側でっていうか地上でミコトの中攻撃で対応してます。立ち中攻撃ですね。まあ、ちょっと見事に使ってみていろいろ調べてみたんですけど、立ち中攻撃が判定範囲が広くて発生もある程度早いので、まあ、対空で使えるなっていうので思いましたね。まあ、今までインパクトスキルの創殺効果とかでいろいろこう対空の例としてまあ共有させてもらってたんですけど、インパクトスキルっていうのはちょっと隙が多いので対応しすぎるとやっぱりその隙を突かれてしまうっていうのがあるので、こういった地上技で、通常技で対空とかこう空対空相手を迎え撃つっていう方法も一つ持っておくといいと思います。あとこういった形で、まあ、ゲージがあれば、まあ、こういう風にコンボを組み込むことも可能なので、まあ、大ダメージを奪えるチャンスが生まれます。で、次は空対空です。で、空対空は、まあ、先ほどの、空中で相手の攻撃を、こう、空中で迎え撃つっていう例ですね。で、これは強パンチでやってるのかな？強パンチというか強攻撃で迎え撃ってますね。まあ、空対空にもそれぞれ、キャラクターの個性出ると思うので、まあ、お使いのキャラクターのその攻撃範囲とかを、こう見てもらって、どういった発生が早いかつ攻撃範囲が広い技っていうか、まあそうだな、通常技で対抗やってもらった方がいいと思いますね。大抵中攻撃が攻撃範囲が広くかつ発生がある程度早いっていう風になってます。これは弱攻撃です。発生が早く、しかもコンボも、これ中攻撃ですね。範囲が広いですね。中攻撃で、まあ、EX 必殺技からのクライマックス R2 みたいなこともできます。これ弱攻撃です。弱攻撃、ここレアで、まあ、何回か出させてもらったんですけど、まあ、発生が早いので、ミコトの弱攻撃特に発生が早くてですね、垂直ジャンプで相手の出かかり潰せるので、こういった形で使うことも可能ですね。まあ、実戦でも何回か試して、まあ、できたので、もうおすすめなのかな。別に自分もミコト本当になんだろう、メインで使ってるってわけではないんですけど、もうなかなか強いなと思って、まあ共有させてもらいました。いいですね、このピシッとピシッとアクセラレーターと絶対組まないよな、ミコト。アニメの世界では絶対敵ですからね。デビル6まで到達してしまったアクセラレーターに対してデビル5のミコト、ちょっとザレ言挟んじゃいました。例えば垂直ジャンプの他に後ろに下がりながらこういった形で弱攻撃でこう迎え撃つことも可能ですね。で、また前ジャンプをしながらこう迎え撃つことも可能です。では早速対戦動画でちょっと説明させてもらおうかなと思います。もうリプレイですね。で、黒髪のミコトが自分が使ってるミコトですね。たぶんミコトを対戦してまあ、マッチングしたので、例に出させてもらいました。ミコトはですね、この今、結構遠距離で、今のが、対空かな？こ
こですね。こう相手が攻撃してくるところに合わせて対空ですね。ちょっと例で出すあれでもないんですけど、エクステンドアクションですね。エクステンドアクションっていうのは電撃分解不振の特徴的なやつで、ため攻撃です、ね、強攻撃 C ボタンのため C ですね。見事はこういったか、まあ、見ていただいてると分かると思うんですけど、結構距離を保ちながら戦っていくキャラで、まあ、近距離戦特に弱いんですよね。なのでもう相手をいかに近づけないでっていうのは結構戦いの勝利になります。今みたいなのをフルタイプで、まあ、発生の速い弱パンチを使って攻撃しましたね。でもこの何ですか、鏡強化かな、サポートすごい歩き方がいいですよね。すごい近づき方がなんかつ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 か歩いてくるからかなり強化。ここクライマックスやつの突進ありましたね。あの無敵があるので、それで、まあ、相手弱振ってくれてたので、まあ、たまたま入ったっていうちょっとラッキーな感じでした。ミコトミコトだと結構やってて練習になりますよね。ミコト同士なので遠距離戦なので、かなりこう距離感つかみながらいかに相手に近づけないかみたいな、サポートが特にこう効いてきますよね。ミコトにおすすめのサポートでよく紹介されるのが黒猫とかで、こう連撃のサポート攻撃をやって相手との距離を離せるっていうものが勧められてますけど、私はもう原作かなり愛があるので、こういうアニメは基本的にその使うキャラのアニメのサポートは絶対にそのアニメで統一します、ね、それをナメプって言われたらまあそれまでなんですけど、ナメプじゃないですね、もう本気でやってるので。まあこういった形で対空空対空っていうのが、まあ、対戦でこう見えるかと思います。ちょっと時間があるので1回戦つけてみました。同じ方ですね、マッチングしたので、ミコト同士で面白いです。かなりなんかゲームが変わってきますね。これキリト君とかだと本当にミコト辛いんですよね。やってみてなんかこうキリト君凶悪なので、ね、本当にEX 必殺技のなんだあのマグネット空中にファーンって浮くやつですね。あれで、あ、これですね。これで逃げたりしないとキリト君から離れられないんですよね、あの方早くて。まだやれるんでしょ。いやエフェクトいいな、本当によくできてる。このゲーム作った人本当になんかもう愛情の塊を感じますね。すごいよくできてる。感想みたいになっちゃいましたね、すいません。ですね、そろそろ出るかな、ここら辺ですね。例えば相手が中攻撃でこっち弱でやろうとしたんですけど、攻撃間合いで負けてしまいました、ね、こういったようにあの攻撃間合いとかもお使いのキャラに合わせてこう調べてもらう必要がありますね。なんか使う場所場所でこうせっかく空対空しても相手の攻撃前に負けたりとかしてしまうと逆に反撃食らってしまうので、ここは結構早いんですよ。こう相手の飛びかかりに対して垂直弱攻撃空対空をするっていう、まあ、あれコンボ入るんですけどちょっと自分があの反応できなくてそのままパシッと落としてしまいました。相手の攻撃封じるっていうところではかなり使えますね。ミコト、ミコトいいな。面白い、戦ってて。ゲコタもちゃんと表現されてていいですね。ヘブンズキャンセラーとか出てもらうと、多分自分キャラで使います。出ないだろうけど。はい、今回はこんな形で上げさせてもらいました。まあ、お時間ありましたらまたぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。